どうもラッキョです。ということで今日は金金神社に来てます。ずっと来たかった金金神社です。ちょっと偏僻な場所にあって、いつも心霊スポット回るときはですね、何かとセットで何箇所か遠出するときは回りたいんですけど、ここちょっと、ね、周りに他のスポットがなくてなかなか来れなかったスポット、どんだけ噛んでんて、なかなか来れなかったスポット、どんだけ噛んでんて、行きましょう。わあ、すっげえ怖い。わあ、ここは。どうもラッキーです。安定の怖さを皆様にお届けしたいと思います。怖いっす。金金神社は怖いっす。やっぱりでも来たかったところなので、ここはちゃんとしっかり検証していきたいと思いますけど、まあ見ていただければわかると思いますが、金金神社です。灯籠の先に、まずここが神霊、失礼します、すいません、ラッキョと申します。この鳥居に霊体がいると言われています。うわー、あー怖いよ。ここ神様なのか霊体なのかちょっとわからないですけど、失礼します。これも鳥居なんですけども、取れちゃって壊れちゃってますね。ここなんか鳴ってる。ああ、神社は怖い。結構階段長いんですね。本殿ですかね、ありました。失礼します、ラッキョと申します。 YouTube という現代のそのなんかメディアやってて、何か不思議な現象が撮れるかなと思って来てます。すいません、ちょっと照らしちゃったりしますけど、夜分遅くすいません、失礼します。お供え物の狐さん、稲荷神社なんで、金金神社ですからね、いろんな人がお周り来てますね。たくさんのこれはなんか同じような感じですけど、どっから持ってきてるのか、僕も心霊スポット行った後はいつも稲荷神社にお祓いに行って、まあお祓いって呼べるかわからないですけど、
お願いしてます。僕にもしかしてついてきたくれた霊体がいるならこちらで幸せにしてあげてくださいっていうお願いをしてるんですけど、何かの神様の絵があります。もし神様いらっしゃったら僕のそばに来ていただけますか。あ、横の入り口にも狐さんいますね。誰かが持ってきてくれてるんですかね。あ、すごいすごい、こっちにも。すごい。あ、裏です。すいません、失礼します。裏はこういう感じで狐様がたくさんお供えられてます。こちらの神社に来たくてずっと夢でした。今日やっと叶いました。もし僕のこと気に入っていただけたらパワーをくださいませんでしょうか。必ずや悪いことには使わないでいきますので、どうかよろしくお願いします。すごい。すごいな、キツネがいっぱいいる。お、いえ、黄色だ。バケタンは黄色です。トリヒールドの反応はないんですけど、こっちの2の方でも見てみますか。もしこちらに霊体の方がいらっしゃるようであれば、僕のそばに来ていただけませんか。こちらにお住まいの霊体の方っていらっしゃいませんでしょうか。いませんね。けどまあ素晴らしいとこだ。トランシーバーの反応もまあつけてますがなし。本殿の中にたくさん狐さんがいます。ちょっとあの神様にあの参拝させてもらってるついでて申し訳ないんですけど、中も撮らせていただきます。すごいですね。あの僕だけかな思ってるの、なんか僕がここにどうしても来たかったっていう気持ちが来たかったんで、ね、失礼します。ほら狐さんがこっちのたくさん、釣られてますね。たくさん大きい狐さんが2体います。こっち向いてくんないかな。こんにちは。金剛神社ですね。こんな感じですね。
これが映っちゃいました感動してます僕、来たかったから。すごい。ということでエンディングを撮りたいと思います。これでよかったね。これでよかったね。これ絶対パワーもらうよ俺。ここでもらいましょう、パワーをね。神様の場所ですここはね、昼間お参りしましょう。ってことで僕はちょっと夜来ちゃいましたけど、まあ心霊スポットというかは神様の場所でしたね。こちらが狐様の神社の前ですが、どうも楽です。コンコン神社、はい、参拝させていただきました。もっと狐さん入れたい。狐、ちょっと裏行こう、裏。狐さんと一緒に撮りたい。これは記念写真。あ、いや、どうもラケです、今日はコンコン神社に参拝させていただきました、ね、素晴らしい神社で狐様がたくさん祀られています。もしよかったら昼間皆さん参拝されたらどうでしょうか。ちょっと霊体の反応、トリフィールドなどやっぱりいろいろやってますが、いい瞬間に出会って霊体の方とコミュニケーション取れるのはまあなかなかないんで、まあお許しください。でも今日はね、素晴らしい神社回れました。なんかパワーもらって帰りたいと思います。ね、これで他のとこ行った時にね、ちゃんとした霊体とのコミュニケーションをね、狐様の、お稲荷様の力でできれば、皆様に不思議な現象をお届けできると思うので、いっぱいお祈りして帰りたいと思います。では、さよなら。バイバーイ。見たい、聞きたい、感じたい、ラッキョでした。してくれる帰り。すごい神社だ。来てよかった。危ない。気をつけて。階段っていう階段になってないぞこれ。最初のこの鳥居で怖いなぁなんて思いましたけど、まあ古いまんま、ね、この鳥居直す、ね、風情があっていいと思っていく方向で行きましょう。ちょっと今日は心霊現象みたいなのは一つも取れなかったな。自分が思うときは必ずトリフィールドが反応してるんで、今日は反応はなかったです。道歩いてたら出世稲荷。
ていうのを見つけて失礼します。ですがね、ほらすごいね。お邪魔します。あら、ちょっとかわいい。道沿いで見つけた神社です。すいません、お参りさせてください。出世稲荷三天ですね。伊達と申します。たくさん登録者が増えるようにどうかよろしくお願いします。すいません、今道で通りかかって、なんか鳥居の奥がもうなんだろう、雑木林のようでどうなってるんだろうと思って車止めて寄ってきました。すいません、失礼します。お邪魔しました。